霊夢だよ、マリサだぜ。今回の話は、質量保存法則を破るぜ。何言ってんだこいつ。男なら一度は質量保存したくないと考えたことがあるものです。いや、多分ねえよ。とりあえず今回は、質量保存の法則について語ってから、その次に、エネルギーと質量の話をします。とりあえず物理といえば宇宙。何回見あるのこれ。多分ない。で、そもそも質量保存って何なんだ。質量保存っていうのは、化学反応で使われるものなんだ。理科の教科書に書いているから、絶対に成り立つと思う人もいると思うが、実際には違うぜ。じゃあ、なんで質量保存の法則なんてものがあるの？間違っているなら存在する意味がないんじゃない？それは後で話すとして、今は簡単に言うと便利な場合が多いからだな。厳密には間違っているけれども、日常生活レベルではそれに気づくことができないんだ。じゃあ、簡単な例からいくぜ。最初はスチールウールの燃焼だ。身近ではないかもしれない。この時の化学反応は、鉄と酸素が合体して酸化鉄になる。もちろんこの時に火も出るから、エネルギーが生まれるぜ。実際に化学反応を式で書くとこんな感じになるぜ。なんでいろいろな種類があるの？同じ物質を元にして生まれるなら、一つの分子になってもいいんじゃない？それは、安定な結合が型がいろいろあるからだな。それは正直に言って状況次第だ。例えるならば凸凹道に、ボールを転がしたらどこでボールが止まるのか、みたいな話だ。強くボールを転がせば、酸素が多く鉄にくっつくし、あまり強く転がさなければ、鉄の原子一つに酸素が一つしかくっつかない。イメージだ。余計にわかりにくい。うぷ主は物理だから仕方ないんだぜ。正直に言って俺もこれが正しいとは思わないぜ。まあ、鉄の酸化の形にいろいろあるってわかったけど、質量の話とはどうつながるの？質量の話とつなげていくぜ。鉄と酸素は、もちろん質量がある。鉄は原子量 55.8 だ。つまり、1モル個集めれば、55.8 グになるってことだ。モルは復習しておくと、数の単位だ。つまり、1モルと言われれば、6.02214076×1023 個という意味だ。数字で書くと、6000兆個だ。この数のことをアボガドロ数と呼んでいるぜ。中学で習っただろう。次に原子量は、原子一つの質量と言い換えてもいいぜ。これは、1モル集めたら何グラムになるか、という単位だ。今回の場合は、原子量 55.8 で、1モル個集めると、55.8 グラムというわけだ。逆に鉄の原子は1つで 9.27×1023 グだぜ。数字で丁寧に書くと、0.000000000000000000000000000000927 グラムだぜ。今まで話をまとめると、鉄の原子一つの質量は、日常生活では使わないくらい軽いということがわかったぜ。さて、次に本題の質量とエネルギーの関係を計算するぜ。エネルギーと質量は等価だぜ。これはアインシュタイン先生が見つけてくれた有名な式で MC2 というものがあるぜ。この式の使い方は、質量とエネルギーを変換できることにあるぜ。E っていうのはエネルギーのことだぜ。つまり単位は J、ジュールだぜ。ジュールをわかりやすく説明すると、リンゴ1つを1メートルの高さから落としたエネルギーくらいだぜ。他の表現をすると1具の水を1度上げるくらいのエネルギーだぜ。まあつまり 1J のエネルギーっていうのは、日常生活レベルでは小さいってことだ。次に鉄の酸化で生まれるエネルギーを考える。例えばスチールウールが燃える時や回路を使う時がそうだな。ここまで説明しておいて気づいたんだが、鉄の反応熱のエネルギーが調べても見つからなかったぜ。ニフェオに矢印ニフェオで通用すると思っていたが、実際にはそんなことにはなっていないみたいなんだぜ。これは中学レベルの話だからとか考えていたらドツボにはまっていたのは自分だったぜ。うぷ主のおっちょこちょいさん。だから今回はメタンを燃やす時の話をするぜ。メタンを燃やす時の反応熱はこうだぜ。メタンの分子と酸素が反応して、二酸化炭素と水になるぜ。この時にエネルギーとして 891kg が熱として出るぜ。この時反応させている量は1モルだぜ。
じゃあエネルギー891ケジはどういう質量になるんだ。質量とエネルギーが同じなら、質量で表してみてくれよ。この時の質量は E 無垢に、を使って、無質量、EC に、とするぜ。この時 C は光の速さなので、3億メートル毎秒を使うぜ。じゃあ、計算すると 1.0×10×11 ケグになるぜ。つまり反応後の CO2 気、2H2O 液、より反応前の CH4 気、2O2 気、の方がちょっとだけ重い。でも、その比率は 0.000001 くらいだから気づかない。なんでそんなことに昔の人は気づくことができなかったんだ。単純に測りの精度が低かったんだと思う。人が体重計に乗ったとして、10ナノグラム単位で体重を測らないといけない計算だから。そんなの現在の科学でも無理だと思うよ。じゃあ、中学ではなんでこの話を教えてくれないの？質量はエネルギーですって全ての中学生に言って理解できないからだと思う。この世界は11次元ですって説明しても誰も理解できないのと同じ理由。あと、単純にこれを知っていても豆知識以上に使いようがない。中学の理科は結構使える知識を教えるから、端折ったんだと思う。なるほど使えない知識か。まあそういうの嫌いじゃないぜ。